島ぞうりとは、ごく標準的で安価なビーチサンダル、いわゆるゴムぞうりに対する沖縄県独特の故障。宮古島や石垣島などの先島諸島では、島サバと呼ばれることもある。一般的には、鼻音と底が同色で、足の裏が当たる面が白色のものを指すことが多い。このタイプのサンダルに、文字や模様などの彫刻を施したものを特に島ぞうりと呼ぶこともある。 島や地域によっては、花音と底が一体成形されたウレタン製のもののことを島造りと呼んでいる例もある。この種の安いサンダルは、近年の日本本土では、需要が少なく、目にする機会も減ったため、若年者の中には、沖縄県を訪れて初めてその存在を知る人もいる。観光客相手の店や、県外の沖縄物産を扱う店などでは、沖縄独自のものとして、 公害に高い値段で販売されることもある。亜熱帯の沖縄地方では、ヤシやアダンの葉などで編まれた草履は、昔から日常的な履物であった。1950年代になって、ゴム草履が発明され、沖縄でも流通するようになったことから爆発的に普及した。沖縄県では、地元のもの、沖縄独自のものを呼ぶとき、島をつけて呼ぶことが多い。ただし、 ゴムゾーリは沖縄県独特のものではなく県内で生産されているわけでもない。これは沖縄県民にとって最も身近で日常的な履物であることから付けられた名称であると考えられる。県民にとっては一番接することの多い履物である。安価で涼しいことから愛用者が多くフォーマルな場やスポーツを行う場面以外では靴や靴下をほとんど履かないという人も 少なくない。このため足の甲に花尾型の日焼けがついている人もよく見かけるが、これを V サインはゾウリ焼けと称して自虐的に開き直る人もいる。ありがとうございます。